ある程度焼いたなと思ったら、そんなに裏面は焼き目を気にせず、余分な油を一回こう取ってあげて、で、やっぱり重要ですね、これ。白ワイン。白ワインを、どれぐらいかな。後で測りますけど、多分 50g とか、それぐらいは入ってると思う。イタリア料理は村の美学、三宮橋イタリアレストランレガールの小田富です。今日はサルティンボッカ、結構まあローマの代表的な、まあ、料理なんですけど、ちょっと前にあった豚ヒレ肉とマッシュルームのスカロッピ、まあ本来は子牛であるんですけど、まあ、子牛は手に基本的には入りづらいので豚ヒレで応用して、今日はまたその豚ヒレで今日はサルティンボッカを作ります。と材料は結構簡単で、まあ香辛の香りの豚のヒレと、あとはスーパーで買ってきた生ハムと、で絶対なきゃいけないのがセージ。どっかのコメント欄でも書いたんですけど、今イタリアではまあアフリカ豚肉みたいな、豚コレラみたいなものが今流行っていて、イタリアの豚肉の食肉加工品、豚肉みたいなものは全部輸入をストップしてます。なんでもしかしたら半年1年くらい続くかもしれないっていう中、まだこうスライスしたパッケージの生ハムはなんとなくスーパーで出回ってるので、それでもいいですし、まあ日本の生ハムみたいなものでも、もしくはスペインのハモンセラーノみたいな生ハムでもいいです。生ハムだったら何でもいいです。今日はそのイタリアのプロシュートを使ってます。重要なのは、ほんのちょっとだけ鶏のブイヨン。パルミラーノのリゾットの時にやった時みたいなちゃんとしたブイヨンでもいいですし、なければまあ無花鳥の鶏ガラスープの素を溶かしたものでも全然大丈夫で、この料理に関しては少し付け合わせが欲しくて、前回は豚に粉振って、まあ白ワインとブイヨンとオリーブオイルだったんですけど、そこに生ハムが入ると少し塩が強くなるので、まあ、その時のこう旬の野菜を茹でたり一緒にソテーして作ってあげると、なんか野菜の甘さが意外とこう相乗効果で豚肉のこう旨味も上げてくれるので、こう対比で上がるので、まあ、茹でたインゲンとかカブ、今日はカブ使いますけど、アスパラガスとか、まあ、なんだったらまあソテーしたローストしたじゃがいもとか、あとはじゃがいものピュレとか添えてあげて、まあ、一緒にちょっとこうメインディッシュのような料理を、まあ、作ってあげた方が美味しいかなと思います。またいつも通り豚のヒレ肉をやや大きめに100g、まあいつかで 100g でね、多分これで何人前かは取れちゃうような気がしますが、で割ってちょっとだけ叩く。まあそんなに柔らかいんでこんなもんで大丈夫です。ちょっと筋があったらちょっと切ってあげる。ここに軽く、ほんの軽くですね、これぐらい塩振って、結構生ハムの塩が入るので、そんなにこれ塩必要ないんで、片面だけで大丈夫です。セージを並べて、ここにまあ美味しいに越したことないですけど、なんとなく生ハムを重ねます。まあなんとなく重ねる。はい、したらとりあえずこれはここまで。で、カブなんですけど、春のカブってすごい皮薄いんですよ。もちろん鮮度が悪くなったらそれはちょっと例外なんですけど、全然皮食べれるんで、だいたい大きめのカブだったらこれぐらいで切ってあげて、で中にこう砂が少し溜まってるんで、流水で流して洗ってやってください。ではもう基本的にはスカロッピーネとほぼほぼ一緒で、フライパンにオリーブオイル入れて、で火をつける。やっぱりたっぷり粉を振ってたっぷりまあ叩くって感じですね。子牛と生ハムの重ね焼きみたいな感じなんですけど、セージがねすごい効くんですよ。そしたら生ハム側を下にして入れます。こうなんか前も多分言ったと思うんですけど、この焼き目が風味になって、焼き目が最後の色付けになって、でほやーっとした味になっちゃう時で、大体こう焼き目が薄い時なんで、もうしっかり焼き目をつけます。でちょっと出てきたらここにかぶを一緒に付け合わせとして焼き始めちゃいます。でこうやってかぶにもこう焼き目を一緒に焼き目をつけていく感じですね。もういいですかね。はい、これぐらい焼き目ではまだ裏返します。でもう片面も焼いていきます。もうこれヒレなんでやっぱりあっという間に火通りますし、少し叩いてる分ますます火が通りやすいんで、そんなにこうなんかこう余熱とかあんま意識しなくて大丈夫です。ある程度焼いたなと思ったら、そんなに裏面は焼き目を気にせず、余分な油を一回こう取ってあげて、でやっぱり重要ですね、これ白ワインをどれぐらいかな、あとで測れますけど多分 50g とかそれぐらいは入ってると思う。で火をつけて、ここに鶏のブイヨン、まあ、無課長の鶏ガラスープの素を戻したら全然大丈夫でもそんなにいっぱい入れなくて大丈夫。結構生ハムが入って結構そこそこうまみが上がってるんで、このままゆっくり詰めていきます。全然これもしかしてもこれと一緒にパスタも一緒に食べるんですよなんて人は、そのパスタの茹でたお湯残しておいて、なんか好きな野菜を茹でて付け合わせにしてもいいですし、でここの白ワインの酸がすごい重要で、どうしても前回も話したんですけど、すごい味をのせることは全然簡単なんですけど、生ハムに鶏のブイヨンにもちろん豚肉自身のうまみみたいなのがこう逃げてくるとどうしても単調になっちゃうんで、少し白ワインを入れてこう少しっていうかある程度白ワイン入れてあげて、こう酸の消えを出してあげるのがすごい重要なんです、はい、で前回みたいにある程度そこそこつまりつつあったら、それで肉と付け合わせだけ先に添えちゃって、で最後残ったこの汁にオリーブオイルをしっかり入れてあげて、あとは適当に水分と水で大丈夫ですよ。で乳化させちゃう、しっかりつないであげる。そしたら最後ソースかけます。そんなにオリーブオイル入れすぎちゃった入れすぎちゃった。ちょっと最後マネージャー代わりにちょっとこう胡椒をかけたら完成です。これがあれがあるのサルティンボッカ、豚ヒレ肉のサルティンボッカです。いただきます。これがまた二日酔いに最高かって言われるとね、朝一で食べる料理じゃないですけどね、うまっ、セージなんですよね。めっちゃ針の美味しいわけじゃないですけど、普通の美味しいです。基本ローマの超絶伝統的な古典料理なんで、まあいろんな世代する人いると思うんですよ。やっぱりこの肉とセージと生ハムの相性みたいなものがあるので、人によっては多分最初バター使う人もいると思います。バターの方が濃度も出やすいしコク出やすいんですけど、ちょっと重くなっちゃうんで、やっぱりオリーブオイルでソテーしてしっかり粉振って、で余分な油一回こう拭いてあげて、で白ワインとこれブロード。ブロードってまあぶっちゃけ水でもいいです。多分味は結構決まっちゃうんで、あとは付け合わせは好きな野菜を。もう政治の香りが、ヨーロッパの香りがして、なんかすごくいいと思います。頑張ってください。基本はイタリアンパセリですね。もうこれはもう1週間で何十パック、2、30パック使っちゃうぐらいで使っちゃうんだけど、ちょっと調味料みたいな感覚で使っちゃってるんで、カーリオーリオにしても、コンポモドーロも、プッタネスカも、板パセがなければできないし、イタリアンパセリはもう本当に、これでもかっていうぐらい使うんですけど、あとは魚介に合わせるのにはバジル、セルフィーユはまあそれなりに使います。あとまあそこにバジルはもうバジルがないとっていう、まあ、ジェノベーゼとか、あとはトラーパニ風のペースとか誰ですか今後ね、ある程度頻度が高い方です。でローズマリーと政治なんですけどね、使うんですけど、なんか言うほど使わないんですよね。煮込み料理で最後香り付けに使ったりとか、あとはコストブーコっていうロンバルディアミラノのまあ言っちゃえばその後ろに煮込みがあるんですよ。サフランのリゾットと一緒に食べるのが向こうの定番なんですけど、それの上にクレモラーダっていうハーブミックスがあって、イタリアンパセリ、ローズマリー、セージ、タイム、ニンニク、レモンの皮を刻んだのをこう混ぜて上にかけて食べるんですけど、そういうフレッシュな使い方はローズマリーに限ってはそういう時に結構登場しますね。あとはフォンドボー、マステゴリカルネと白ワインを詰めて最後こう香り付けに入れたりとか、そのもの自体を食べるってちょっと前にあったアマトリチャーナぐらいで、自分考えてみたらあんまりローズマリーとセージ、タイム使わないですねっていう感じです